時をりました6月25日月曜日、気温38度、湿度95%の今日この頃お元気でしまし暑かったのは事実だけどさ、ちょっとそれは違うでしょ、いくらなんでも。いや、大体です。この番組は大体で多くしてます。なるほどね。そうでございますね。そのぐらいの方がむしろ肩に力が入らなくていいという噂もありますので、大体の感じで聞いていただければなと思います。そしてはい 月曜日からダブルゲストになりますけどすまずはもうドアタマから登場です、はい、うるさいやつが ローズバッドマウスのセくんご無沙汰です。勝ち点4、ロックンールイエスイエス日本勝かったよ一人で一人で盛り上がったわけですね。そんなにワパンでフリンジまでつけてさ、日本の勝利を喜んでんのあのバンドメンバーみんな冷めてんですけど、俺だけ体育会系で、今日はね、心地の良い睡眠不足ということで。なるほどね。最高です。でも、顔はすっきりしてるよ、なんだか知らないけど。やっぱ勝ち点だ <laughs> そういうことなんだ <laughs> かつ読んだからなんか今日何時でしたっけ 夜中12時から2時ぐらいでいうね。まで。俺ちょうどさ、昨日の夜中の1時ぐらいに渋谷に帰ってきたんですよ。盛り上がってたけど、でも街はもう人がいないのね。みんなもバーの中に入ってるから。あもちろんもちろん。試合中でしょそうそう、歩いてる人は全然いなかった。いや、でもさ、そんなにみんな見てるもんだ見てる見てる。いや、でも関係ないって人があんまりいないんだなと思って。いややーっっぱりだてワルドカップ ジョいや、俺は家にテレビがないからそんなに興味がよくわかんないんだけど。勝ち点4ですからね。勝ち点4です。おめでとうございます。ありがとうございます。半端ないっていうのだけは覚えてもかります半端ないっすよね。そうですよね。いや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 。どうですか次は何でしたっけ木曜日でしたっけ次は木曜日、木曜日の10時。 だったと思う確かですよこれで引き分け以上だったらもう自力でいけんでしょいや勝っていきましょうよあそう今日は何しに来たのあんたそうなのこれじゃ俺何しに来たのサッカーの解説しに来たの解説しに来たんじゃないの違う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 俺そうそうそう忘れてた別にサポーター代表とかそういうことじゃないんだじゃないじゃない俺も忘れかけてましたそうでしょう？忘れかけてました俺俺が来たということは 暑苦しいああそういうことがイベントがやってくるんだロックンイベントの開催が間近かちゅうことでねはいなるほどやってきました東京ギターファイトボリューム5もう5回目5回目っすまだやってんのまだやってますよそうですかまだやってますよガンガン行きますよガンガンやってますか今回いつなんでしょうか今回は来月7月の21日はい大塚ハーツですねいつもの場所だねここはねでもちょっとあの今来 次回からちょっと箱も変えたいななんてみんなで言って、えー、なんでちょっと節目のねまた一つ、はい、今回ボリューム5なんで、ま5回,、ね、5回目だし、5回目だし、今回出演アーティストは、出演アーティスト、うん、じゃあちょっと 一つつず言っていきまますすよろししくお願ヘブンズ・クロー、若手のハードロックバンドです。ハードロックワイヤー・ストリッパー、イベントのレギュラー組。ザ・ブルース・クリーム、これが今ね、ガンガン来てます。あのすごい LA メタルリバイバルのね、めちゃめちゃ面白くて、いいスクリームってついてるからね、わかりやすいバンド名だよね、もうね。クラシック・ロック界で今結構やっぱにぎわしてんのが、そのトレビュートバンド。 のやっぱりすごい盛り上がってるんで、そっから初めてトリビュートバンドワークってことで、ACDC のトリビュートしています。あ、CD？トリビュートなんだ。これミスプリなのかなと思ったいや、俺なんかさ、AD たちが集まってさ、CD 出してるみたいなこと。違うの。トリビュートなんだ。ああだこうだって言うんですけど、ああだこうだって言うんだ。ああだこうだ。なかなかしゃれてるね、やってんすよ。いや、いいんですよこれ。あのすごい似てんの。似てる似てる、もうね顔まで似てるアンガス。そこまで。 せる必要があるのかねでも本当に似てるボーカルがアイリッシュであそうなんだはいすごくね面白いんですよそのコンビがじゃあ英語はネイティブなのネイティブですね結構ね面白い何歳ぐらいのバンドなのバラ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 ですいやまあ角となってそのアンガス君が俺のちょっと上なんで356なのかなすごいでも いいっすよいいっすかであのその次言葉の引き出し少ないね少ないっすよ少ないっす俺はもういいっすよ熱いっすよ熱いっすよいいと思う勝ち点4の今日は宣伝でいこんですよで次デーブ・フロムショーでもおなじみですよねコーラムコーラムイベントレギュラー組でね元気してるコーラムもそのうちあのなんだっけな新婦をんか 作ってて完成したのかなとおっしゃってそのうちここにも来ると思います。ぜひ来てほしい。スタジオもぜひ。はい。でその次がえっとブラックスイート。これもすごく今ガンガン来てる。ガンガン来てる。ガンガン来てますよ。本当にギギセ音と擬タ音しか使わないよね。スタジオでよくねメンバーに怒られます。やっぱそう。はい。伝わりづらいよ。いやむしろ伝わってると思う。ありがとうございます。ブラックスイート。ブラックスイートこれもガンガン来てます。はい。でうるさいやつがボーカルのザローズバドマン。よっしゃ。この7バンドでね。うん。結構あの 平均年齢が結構若いです今回。あえてあの若手のイケイケのバンドを3つ、読、うんでみ、えー、ました今回は。改めまして、東京ギターファイトというのはどういうお願いしますイベントなのかっていうのを。はい、あ俺がながで,ですよ、はい、<laughs> 俺が説明しても何の説得力にもならないですよ。<laughs> 東京ギターファイト中いうのはですね、うん 俺が立ち上げました、クラシックロックだよ、要は。クラシックロックの血を受け継ぐ現代のバンド、現代なりに昇華しているバンド、やっぱりシーンがちょっと元気ないんで、そういうシーンがね、ちょっと底上げをみんなでがっつり盛り上げようぜっていうことで、熱いロック魂の元に成り立っている熱いイベントです第5回目になるわけですけど、この場所のキャパって。 キャパどのぐらいなんですかあの物販ブースがかも入れてるんでパンパンに入れて多分百17080ぐらいですかねでもあんまりパンパンすぎてもちょっとまあまあねケガ人とか出ると怖いんで確かに確かに160ぐらいで止めたいな止めたいなぐらいなまだチケットは買える買えます買えますそうでございますなんかでも学割とかあるんでしょなんだっけ地方割とか学割とかあるんでしょ今年もやるんですかねやりますよ教割地方割。うわり地方割千葉 神奈川その辺でなその辺を除く地方まあ本当にちょっと遠い <laughs> 東京から遠い地方、ね、<laughs> はいはい <laughs> なるほどそう群馬は大丈夫なのね群馬は大丈夫群馬は聞く聞く北関東は大丈夫北関東いは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 すから、うん、はい半い半いはい はでもうでで来てほしいどすんの身分証明書持ってこないでさでもものすごい強烈な例えば東北のあまりでなんか地方から来ましたみたいなことになったらどうすんのそこはいや俺ね、うん、結構公明っていい人なんで揺れるんだけど <laughs> 揺れるんだけどイベントだからね <laughs> ま,まあそうだよねそこはちゃんと証明できるもの持ってきてってことだよねすげえ揺れんだけどめちゃくちゃ揺れんだけどそこはお願いしますってことでなるほど、はい、あと学生学割ね18歳未満うん、うん もうハンネハンネ一時ゴンゴン明らかにこれノイズになっちゃってるいいと思いますけどもね。それぐらい気合いが入ります。よろしくお願いします。最近、セックン、個人的には個人的にサッカー以外何にハマってるんですか何やってんの君が。俺もうロックンロールと労働よ。労働か。もうワーキングクラスなんでね。そっか、一行くよ、俺は。なんか、他にか趣味とかないの いい本読んだとかいい映画見たとかそうだよそういうなんかちょっとさ知的なところ聞かせてやってくれよ、まあ、バーンとセクもいっちゃういっちゃおういやごめん <laughs> 本当にねねんと <laughs> ロックンロールと <laughs> もう労働の繰り返しでそうもうそうだ現状を突破してやろうってね<ー>それだけ<ー>もう俺はなん何か新婦作るとか作ります そは、はい、あの今年からちょ,っとちょっとずつやってるんですけど<ー>来年夏ぐらいまでにはセカンドをがっつり作りたいなと思っててほうほうなるほどね,ほどねあ。そうですか。今年はさでもまだこれ7月だったらさ上半期終わってちょいぐらいじゃないですか後半戦はどんなこと考えてるの後半戦も攻めますって攻めますか、はい、<ー>やっぱなな、んか結構。そうだな俺。 なんだろうここへ来てというか、うん、もうこのイベント始めた時が29だったんですけど、うん、そのぐらいから結構、うん、なんだろうな、まあ、自分のためにやるロックロックンロールもそうなんですけど何、うん、だろうなこうやっぱロックンロールをちょっと盛り上げたいなっていう風にすごい思ってきた自分もいて、うん、なんで結構そのローズバードマウスっていう自分のバンドと並行して、うん、やっぱそういうシーンというか。 ロックンロールがちょっとでもこう広がればないいバンド結構いるんですよ、本当にいやーそうだよね、うん、頑張ってるもんね。なんで、やっぱそういうの集めて、うん、ちょっとずつちょっとずつ底上げをそっちのあのー、目線でもどっちもどっちも頑張ってやりたいっつーか <laughs> ちょっとプロデュース業的なことですか、<laughs> オーガナイザー的な動きん、えー、なんそこまでも大したもんじゃないんですけど、もう本当に単純にやっぱロックンロール好きなんで、あ<ー>そこもやっぱやっていきたいなっていうのはすげーみ、みんながこう幸せになるようなね、一生懸命音楽やってる連中が。<laughs> そっ でさ俺、聞いてしまって、聞こえてるよ。聞こえてるよ。俺、さ本当、感動してる。ラジオなんてあんまりテーブル立たない。ごめんなさい、申し訳ないたぶん、耳障りにしてた。これでみんなチューニング変えちゃったらどうするのセクのせいだそうまあ、熱く語ってくれてるのはいいですしそう。で、なんだっけで、俺、2年前にそれこそ1回出演したとき言ったっすけど、シドニーに ACDC のライブ見に行ったんですよ。その時にやっぱ、すげえなんだろう。客層がガキ ガキて本当に労働帰りのおっちゃんとか兄ちゃんとかもいておばちゃんだって脱ぐしほんとほんとおばちゃんおばちゃんが脱いだってと思ってそれでほんと上のありナ席とかにはもうビール飲みながらさまあね座ってじいちゃんばあちゃんが来てんのよその光景を体験しちゃってまあんかもうそこまで大したことはできないかもしんないけどこのシーンでもそのロックンロールっちゅうのをもっと 知らない人一人でも多くに伝えたいというかこんな楽しいことあるんでっていう場所を提供することぐらいできんじゃねえかなと思ってはいはい、はい、まあね日本でもこういうヘビメターハードロックファンももう要は ACDC を聞いてた連中なんて僕の世代ですからねそうだ、ね、もう60ですよそうだ、ね、う突入してますから <laughs> <ー>日本でも十分そういう若い人たちからそういうおじいちゃんおばあちゃんのあのー 部類に入っちゃいますけど、うん、僕とかも,、ね、俺でも全然来ても不思議じゃないですね昨日さあの あるイベントでラウドネスさんと一緒だったんんささラウドネスも来年還暦だっていうからさマジっすかそうだよ負けらすごいですよあの世代まだ現役でやってますからねやっぱあの世代元気じゃないですかやっぱ負けてらんないっすよねああラウドネス元気でけてんすよ若いんだから俺らあの人たちの都市伝説知ってるわかんんなないかさ山梨のさどっかでさイベントやったらしいんだけどあまりにも音がでかすぎて隣の長野県から苦情来たらしいからねそれぐらい音でかいらしいから 半端ないよ半端ないもう昨日インタビューしたんだけどすごかった元気でそうなんだ関君負けちゃいかんでやっぱりねラウドネスに俺の元気がやっぱ底辺だねもうそうもうそう若者もっと元気出すってことそっそうそだ今こそ立ち上がれそう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 ん。うるやるうそ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 いそう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 いうそ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 うえうそ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 う えー、リーナさんからこんなメール頂い,いているんですけどセックにも後で聞きたいと思いますけど、うんえー、リーナさん先日誠意になるべく、えー、勉強中の次女が、うん、在学デビューを果たしました学校から、えー、数名選ばれて学校の宣伝をしにとあるラジオ番組に出演と、うんえー、短い宣伝文を読み上げ、うん、パーソナリティの方との、うん、ちょこっとしたトークをしましたと。うん 3分もないようなコーナーでしたが我が子の声がリスナーとしてではなくお仕事としてラジオから流れてくるなんて興奮いたしました収録は一発 OK で、うんえー、緊張したけどすごく楽しかったという事情なんですけどでも実際に番組を聞いての感想思ったよりクソだと <laughs> つまり反省点が多々あるということのようですと。 お二人はうまくいったと思った番組が後で振り返ってみると意外とダメだったということはありますか生放送だとわざわざ聞き返したりとかしますかんそんなメールが来たということで今日のアンケートはですねまあ、リーナさんのメールをもに最近反省を生かした機会あったとか仕事でもプライベートでもあるかないか3択目もう3年 同じことやってるよねそんなハッケーでやりたいと思いますセックンどうなるのライブとかやった後こう反省とかするのいやライブの後は絶対しない俺しないのやだ絶対やだもうよかったみたいなもうバンドで反省会とかもないのないない反省するなって言ってるもん俺あそうやめてくれっつって一人でやれやじゃんそんな 一人で反省すればいいじゃん。反省しないかシ進歩してないじゃないの <laughs> そういうのそうだよ。俺みたいにさ、<や>こう日々、日々、日々反省だよ。日々反省,<や>反省だよ。反省して、反復して何、して何を次はこうしようとか思うけど、なんか結構反省って俺の中ではちょっとネガティブなイメージがあって。結構引きずってる感じ 俺はもうその時はめちゃくちゃ楽しんで,、えー、でもうちょっとこうすりゃよかったなみたいなのは絶対に次にやるから一応してるはしてんだけど反省っていいうイメージはないかなかまあ確かになんかちょっとネガティブな部分もあるけど、うん、まあそこから進歩していくっていうのは。 大事ですよね。あんまり引きずらないというか。そうだね。引きずるのはダメだけど。良くない。あれは確かにそうなんです。だからそういうのはまあ誰でも人は失敗するわけじゃん。うん全然。だそれをずるずるやってるとどん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 こうダメな方に行っちゃうからさ。まあどっかでこうプシッとこうね心切り替えてやっていかないとダメですよ。ダメです。メンタルやられちゃいますから。やられちゃいます。うんそうでございます。はい。はい。もうちょっと楽しみでって感じかな。楽しそうだもんねセクはね。楽しいっすよ人生。悩みとか悩みとかあんの？ 俺ね、ないっす。全然ないっす。そうなの全然ないっす。申し訳ないですけど、ないっそうじゃないかなと思ったけどね。死ぬからそのうち。まあそうだけどさ。まあでもちょっとなんか悩んだりなんか恋に落ちるとかさ、そういうのもあった方がいいんじゃないのあの能天気すぎるってこと曲を書く男なんだからさ。いいバラードを書くにはちょっと悩みも必要かもよ。 怒りのロックとかさそうういいのののなロックとかごめんなさい俺ちょっと俺ちょっとダメなんですよあそうなんだもうハッピーなロックできたわけだロックンロールは俺はね俺は自分がやるロックンロールはもうハッピーでハッピーなことをしたいっていうもうほかそういうことを俺より全然うまくできる人はいっぱいいるじゃんまあなそこはもう全然任せますそれぞれの得意分野でやればいいってことであるからセクはハッピー担当で俺はハッピーハッピーって言いたいしねそういうやつで言いたいしはいはいそうそう 不得意得意があるじゃん。でこれで意外と飲んだらさ結構あの寂しい話ばっかりするタイプじゃないの？なことない。ほら俺酒飲めねえから。あそうか。酒飲めねえからね。そうなんだ。意外と健康体なんだね。俺健康体ですよめちゃくちゃ。そうだよね。なんかすげえロックンロールな感じだけどサッカー見て酒も飲まないっていうのはね。うんそうだね納豆好きだし。納豆とかね。それよくわかんない別に納豆好きかどうかはさむしろそこは健康体。夏野菜大好き。The Rosebud Mouth セクくん。 はい、登場、はい、東京ギターファイトボリューム57<番>月21日大塚でしたっけ大塚ハーツで行われましたすこれウェブサイトもあるのでブログもリンク貼っておきますのでえ前回もね何か何人かリスナー行ってああ、ね、たた楽しかった この番組、この番組を聞いて、あの来てくれる方が本当にいて、あの、感謝してますありがとうございます。皆さありがとうございます。今回も、ね、何名言ってくれるかわかりませんが。いえいえ、とんでもないです。大勢の方が。いや、本当に一人でも多くの人にね、あの、本当かっこいい若いバンドいるんで、ぜひ聞いてほしいです、本当に。はい、というわけで、こんなもんでいいでしょうか大丈夫ですはい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日紹介するなんかアーティストが、 自分たちのバンドじゃないんだねそうですね一応やっぱオーガナイザー目線として大人になった本当はね本当はいやあの若手の今回初出場のバンドが3バンドいるんですけどね時間があれば本当みんなのかけたいんですけどちょっと今日は代表してちょうど昨日ライブで俺も言ってたんですけどブラックスイートというあのヘビーメタルバンドメロディアスハードっていうんですかすごい今来てるバンドでブラックスイートという。 バンドのどこ出身なのこれみんな熊本って言ってた熊本出身なのへぇー。でメンバーの中に兄弟がいて、はいはい。すごくなんかね、爽やかなメロディーなんですけど、ちゃんとなんかこうコアなメタルの部分あって、結構すごくいいんですよ。ぜひ聴いてください。ではそのブラックスイートの曲、Reach for the Sky お送りしたいと思いますけど、じゃあまたセクも。 東北弁で東北弁で紹介するのいや、熊本のバンドなんで、じゃあ熊本弁で言っとく熊本弁熊本や井違うこれ、全然ピンとこない。ごめんなさい。熊本弁がピンとこない。じゃあ東北弁でいい。東北弁で今から紹介するバンドと熊本だけど、俺、東北のまりだけど、紹介させてもらいます。はい。ブラックスイートでリーチフォーダスカイ。ありがとうございました。ありがとうございました。